こんにちは、キュウチョです。今回はちょっとグッズの整理をしようと思います。グッズ整理なんていつもやってるじゃんって思われる方もいると思うんですけど、ちょっとグッズ整理の見直しをしようと思います。いろんなサイトや動画を見て、それでダイソーに行って収納グッズを買ってきたので、それを整理していこうと思います。はい、ちょっと後ろのベッドの上にゾゾタンの箱がこれあると思うんですけど、これはまたショートであげます。あのプロセカコラボのやつです。またショートであげます。まあずっと気になってると思うんですけど、ちょっとちらちら入ると思うんですけど、まあ気になさらずに、というわけでやっていこうと思います。よろしくお願いします。最初に缶バッジの収納ですね。この A4 のクリアホルダーを使ってやろうと思います。ちょっと今ここに持ってきたやつが、アサルトリリーの姫香ちゃんって書いてあるのにもかかわらず、ちょっとねねちゃんのぬいぐ缶バッジが入っちゃってるので新しく買ってきました。それではこちらに移していこうと思います。ダイソーで、同じくダイソーで買った切って使える仕切り板を使おうと思います。よいしょ。ちょっとね、これが片付いたらちゃんと私のグッズの全収納紹介を動画で出したいなって思ってて、そのために今日は頑張って収納しようと思います。ねねちゃんもまだ缶バッジ、これ2箱目なんですけど、ちょっと2箱目じゃないじゃんって思うんですけど、このあとコラルの缶バッジと、あとキラピピの缶バッジをちょっとが来る予定なので、多分それ入れたらいっぱいいっぱいになると思います。とりあえず今はこれだけで大丈夫かな。ちょっと探してきます。オンリーショップの缶バッジがちょっと個数あるので、これも入れていきたいと思います。いや、オンリーショップのねねちゃん可愛いんですよね。すっごく可愛くて、よいしょ。これも集めたいなと思っています。ちなみに今まで使ってた各位置で集めてる缶バッジは蓋が止まる収納ケースに入れてるんですけど、たった今ここ破壊しました。わかりますかね。こっち側にも仕切りつけたので、あとはこれで止めて、今回収してる缶バッジはこれで一旦終わりって感じですね。ねねちゃんの方は閉めようと思います。次にねねちゃんのこのウェハースカードを買ってきたこのトレカボックスに収納しようと思います。100枚まで収納可能って書いてあるので、これの目標数が100枚なのでちょうどいいかなと思って買いました。これはパシャコレとか入れるのにも使ってて、ポテトのパシャコレと文化祭のパシャコレを100枚ずつ家でもう入れてあるんですけど、リピ買いになりますね、俗に言う。で、このカードファイルは何に使うかっていうと、アイプリのカードをしまうのに再利用しようと思います。で、もう一個のこのカードファイルはアイプリのダブったカードを入れるケースにしようかなと思ってます。ちゃんとそこも再利用できるしないともったいないので、いや本当にね、この文化祭のねねちゃんが可愛すぎるっていう話なんですけど、もう原点にして頂点って感じなんですよね、私の中では。だから本当にこのウェハースだけは絶対に100枚集め切りたいなって思ってます。ウェハースちょっと因縁のウェハースなんですけど、収納しました。ついでに枚数数えたらなんと97枚あって、目標の100枚まであと3枚やったことが判明しました。いやでもこの絵柄好きだし、もうちょっと集めたいので、ちょっと回収数増やそうかなって思っています。というわけで次に行こうと思います。同じくダイソーで重なる収納ケース、透明収納ケースというのを買ってきました。こういうのってジャンコード見せた方がいいのかな。というわけでこれにちょっとしかグッズ集めてないコンテンツを入れていこうと思います。例えば推しの子だったり、アイカツだったり、スパイファミリーだったり、そういうのを入れていこうと思います。はい、推しの子のグッズをちょっとここに持ってきたのでしまおうと思います。まずはアクスタですね。じゃじゃん、アクアとルビーの制服のアクスタです。原作全部揃えたらその前にこの2つを並べたいなって思ってるんですけど、それよりもいいビジュがいっぱいありすぎてちょっと並べられてない状況です。あとこれは秋葉のリゴかなでやってたキラリンアクリルスタンドです。でこれは同じく秋葉の、こちらはアニメイトかなで、オンリーショップやってたマリンルックのやつです。アクスタまだあるんですけど、それはちょっと飾ってあるので今回はないです。あとはこれ今すごいプレミアついてるんですよね、推しの子の最初の映画の時の第1週目の
色紙、これなんか駿河屋さんで5000円とかで売られてるの見たことがあります。これは一番下にいるかな。色紙といえばもう一個アクアのがあったので、これも入れていきます。よいしょ、じゃじゃーん、アニメイト、違う、これはコラボカフェでもらったアクアのポストカードです。ポストカードもリフィルに入れた方がいいな。コラボの時のシールとコースターとかが多いですね。第1回の時のアクアとかなちゃんのコースターとドリンクについてくるタグ、あとは第2回のコラボの時のコースターと、あ、コースターもう1個あった、かなちゃんとタグですね。私が多分以前動画で開封したハードブロマイドってやつですね。これを入れていこうと思います。あとはこれ原作の買った時についてきたアクアも入れておきます。こんなもんですかね。これから増えていく余地もあると思うので入れていこうと思います。缶バッジは別の場所に収納してます。それをまた今度動画にできたらなって思っております。次アイカツいきます。で、今度はこちらにアイカツのやつを入れていこうと思います。最初はじゃん、これなかなかのレアグッズだと思うんですよ。去年あったギバコメっていう、なんか声優さんを呼んでアニメの話数を見ようっていう会があって、その時の思い出を語るみたいなイベントがあって、アイカツイベント初参戦だったんですけど、昼夜昼の部夜の部どっちも参加したので、これ特典なんですけど、ちょっと1個ずつにしようかな、せっかくだし。いやー、もうめちゃくちゃ可愛くないですか。私あの楓ちゃん推しなんですけど、もちろん会場にはゆりか様推しの方が多いんですけど、すごい私は楓ちゃんが好きで、いやもうこれもいつかの書き下ろしですよね。超かわいい。しかもサインがちゃんと入ってるのがいいんですよね。で、さっき調べてみたんですけど、このでかいアクリルスタンドは入りませんでした。斜めにすればギリ入るかなってぐらいなんですけど、ちょっと降りたくないので別のとこに収納しようと思います。で、これ2つと、あともうちょっと先になるんですけど、レッドのやつを買おうと思ってるんで、それでもう1個増えるかなって感じです。あとハイテカに関してはちょっと缶バッジをメルカリで買ったので、それをどう収納しようかなってちょっと思ってます。あ、しまっちゃダメだ、まだある。あと他にはサンリオコラボのアヒルのペックルコラボのカードとか、そんなに集めてないんですけどね、アイカツは。 CD 買った時の特典とか、これはグッズ買った時の特典ですね。カエルちゃん一発引きしました。あとはラバストオーディションだってステージいいよね。他、あとこれはウェハースのこれもウェハースなんですけど、ウェハースカードを駿河屋さんで買って缶バッジデコしました。缶バッジデコじゃない、個室カードケースデコしました。これ個室ケースじゃないんですけど、正確にはすごいですよね、最近の100均のシールって。あとはアニマルの時の特典のランちゃんと、アイカツの映画2回見に行ったのでリフィルとフィルムが入ってます。これぐらいかな。ちょっとだけ余ってるアイカツカードはまた別のところに、さっきと同じこれに収納してます。それでは次行きたいと思います。ちょっとアイカツグッズ別でまた見つけたので持ってきました。ちょっと夢そばの書き下ろし缶バッジセットと、これ買いに行った時が夢ちゃんの誕生日前だったので、夢ちゃんの誕生日バースデーカードと、関西でのお店だったのでアマフアナデスコのカードがありました。いや忘れてた。こんな感じに重ねて収納できます。ちょっとスパイファミリーは量が少なかったので今回は見送ろうと思います。その分ここには別のグッズを入れたいと思います。ここにはアサルタリリーの紙類を入れることにしました。ちょっと前のリリーズドリーミーパーティーのピクチャーチケットがここにあるんですけど、いつも使ってるこのハガキサイズのファイルじゃ入らなくって、ちょっとこんな感じに曲がってしまうので、試しに入れてみたらすごいぴったりだったので、こっちに移そうと思います。特典のポストカードとかもいっぱいあるから、それをしまいたい。まずはあれですね、ハードブロマイドケースの方だけ、ちょっとブロマイドの方は別で収納してるので入れようと思います。あとはひめかちゃんのポスカルイだったり、ゆりが丘ティーパーティーコラボの時のやつだったり、他には何があるかな、お台場のやつだったり、ひめかちゃん、これブシロードオンラインストアで買った時にもらえる千人さんと、チ
光る様で、これさっき言ってたブロマイドですね。ひめかちゃんがないんだよね、探したい。とあとこれは写真撮れるやつですね、クリアの。これもうちょっとハードにしてほしかったなって思うんですけど、これはお台場のポップアップ行った時のチケットです。あとはタズサとマイニ様のカード、これもポップアップかな、行った時の特典。これは多分お菓子箱を買った時の特典で、これがユリガオカティーパーティーので、こっちがリギドリの時の特典。あとこれがちょっと文字が見せれないな、文字隠すんですけど、このユリガオカティーパーティーの時の来てくれたメッセージのやつですねを入れていって、最後にピクチャーチケット入れようと思います。あ、忘れてた、ユリガオカティーパーティーの時に刺さってたピックも入れようと思います。あとはちょっとだけ集めてないんですけど、 CD のバイスがあったので、集めてるのはひめかちゃんのバイスだけなので、ちょっと集めてないバイスはこっちに一緒に入れようと思います。じゃあ次行きます。というわけで一部グッズ収納を見せていきましたが、どうだったでしょうか。またもうちょっと整理ができてグッズが届いたらグッズ開封して、また私の持ってるグッズ収納を全部お見せしたいなって思ってるので、楽しみにお待ちください。